モドバージョン13.2からは新たなレンダラーである MPAS が搭載されました。この新たなレンダラーは従来のレンダラーの設定に比べて設定項目が少なくシンプルな設定になっているほか GPU を用いたレンダリング演算というのを行えるようになっています。シーンでレンダリングの設定を行う際にはシェーダーツリーのレンダーアイテム こちらを選択し、設定のタブ、ここから行っていきますが、このタブの一番上に、レンダラーを選択できる項目というのが用意されています。デフォルトは従来のレンダラーですが、ここに新たに追加された M パスというのが用意されています。この M パスを選択すると、 CPU で演算処理を行うのか、GPU で演算処理を行うのかを選択する、レートレーシングエンジンという項目が表示されるようになります。このため、GPU を搭載していないマシンであっても、この Foundry SSE というのを選択することで、CPU を利用して演算を行うことができます。 また、GPU を搭載しているマシンであっても、この NVIDIA Optics、この横にびっくりマークがついて、利用できないような警告のアイコンが出ている場合もあるかと思いますが、その場合には、お使いのグラフィックボードの最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてみると、ご利用いただける場合もありますので、ぜひ最新のドライバーで試してみてください。え従来のレンダラー、ー こちらの場合、設定タブのほか、この待機証明ですね。こちらのタブでグローバルイルミネーションの設定というのを行っていたかと思うんですが、今回のこの新たに追加された M パス、こちらは、設定に関しては、この設定タブの中にあるプロパティのみになってまして、非常にシンプルな構成になっています。品質を設定するのはこの最高品質ですね。 ここでサンプル数、こちらを選択したり、もしくはこのノイズの指揮位置、さらに各種の振動ですね、こちらで調整するようになります。あらかじめレンダリングしたデータというのをちょっと見てみたいと思います。レンダリングウィンドウを開いて、こちら。 一番左側のこの画像がデフォルトのレンダラーを使ったものになります。こちらが処理時間が約1分弱かかっていることになります。同じような設定で、これがエムバスを使ってレンダリングした画像になります。レンダラーが異なって計算方法が異なりますので、レンダリング結果というのは同じにはなりません。 このように変化しています。この M パスを CPU でレンダリングした場合というのは、このシーンでは2分弱かかっています。この同じシーンを GPU でレンダリングすると、この場合はだいたい1分半ぐらいになっているかと思います。 バージョン13.2では、この新しいレンダラーエムパスが搭載されたばかりのバージョンですので、今後さらにレンダリング時間や品質というのは改善されていくかと思います。また、レンダラーとして、このエムパス、こちらを選択した際に利用できる機能として、ライトごとの出力というのが可能になっています。このサンプルシーン、 こちらは3つのスポットライトというのが用意されていて、それぞれ赤、緑、青といった色でティーポットを照らしています。このライトごとの画像を出力するには、レンダーメニュー、ライトごとのレンダー出力追加、こちらのメニューを選択します。そうすると、シェーダーツリーの中に、 各ライトのパス出力というのが行われるようになります。実際にレンダリングして確認してみましょう。実際にレンダリングして確認してみると、この出力のところですね、ここ開いてみると、こういった感じで、 それぞれのライトの影響だけを抜き出した出力というのが行われているのが確認できるかと思います。合成ソフトなどでこれらの出力というのを利用することで後処理のディテールをより詳細に詰めることができるようになります。